あちょっと暑くなってきたなーって言ってコンビニ行ってコンビニ行ってちょっとジュース買ってカップラーメン食ってあ今日は野球したくないなーってバンドして、はい、カラオケの愛ちゃんの歌ってくれて一人じゃない はいはいはい、あれを剛が歌ってくれて、はい、こんな曲あるんやと思って本当にこう野球少年というか、うん、そうです本当に少年の心を持ったまま大人になられた、ま、初めて僕がプロ野球に入って、はい目標に置いた選手が川崎宗則さんです、はい、だそうですよ川崎さん、ね、いかがですかセンスあるこんにちは今回は川崎宗則選手と西岡剛選手をお迎えしてお互いのプロ野球選手としての評価について語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう夢のような対談でありますけれども、まあ、今ですね私たちがいるところは、東京都の江東区にあります、はい、オードウィーボールパークさんになります。で公式軟式両方とも打撃練習が可能でピッチング練習も可能な設備となっている室内練習場になります。結構ですねいろんな方たちがここを使って練習も、はい、もう撮影の前には西岡さんもバッティングされてましたよね。はい、もうここはね都内いるときはいつも使わせてもらってる場所なんで。そうなんですね、はい、ここでもこそ練してますから。こそ練、はいはい、来てください西岡と僕に会えるかな、はい、会えます。そんなこと言ったら殺到しちゃいますよ。いやでもたまにねここで売ってるときにたまにパーって来てそこに混ぜてもらったりとかしてるから。あ、そうなんですか、はい、だからもう自由な感じでやってるんで。やりますよ、はい、会える確率が高いです。オードウィーボールパーク私も来ます。はい、めちゃくちゃ来てください。はい、お願いします。というわけで、はい、今回はですね、野球放送席名物のキャッチボールトークをしながら始めさせていただきたいと思います。はい、はい、キャッチボールをしながらお話を聞かせていただければ。やっていきましょう。では早速行ってみましょう。はい、お願いします。本当に簡単で申し訳ないんですけどもご紹介だけさせていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。お二人キャッチボールしてください。お願いします。 OK、 はい、お願いします、はい、では川崎宗則選手、1999年のドラフト4位でダメ、全然こっちが気になって出てこない1999年のドラフト4位で鹿児島工業高校から福岡ダイエーホークスへ入団されました。盗塁王が1回、最多安打が1回、ベストナインが2回、ゴールデングラブ賞が2回受賞されております。まず一番最初の初対面っていうのはいつになるんですか？喋ったのはオールスターだよ、2005年のオールスターかな、はいはい、それまでは試合に出てたりしてその時ベース上でなんかちょっと喋るぐらいで、うんうんうん、ちゃんと喋ったの2005年、うん、オールスターの時、うん、そうだね、うんうん、どんな会話されたか覚えてますか？いや覚えてないですよ。覚えてない。全然覚えてない。全然覚えてない。覚えてるわけないでしょ。だいたい昨日の 何飯食ったかも怪しいのに。そんな16年前のことで、うん、こういうこと喋ったね僕たちはって言ったら気持ち悪い。そうですね。気持ち悪いから覚えてるわけない。でも俺が初めてこの川崎宗則っていうのを知ったのは、はい、2002年、はい、ダイエー対阪神タイガースの日本シリーズがあった、はい、2003年か。その時まだ高校生寮で見てて、はい、小久保さんで出てて松中さんで出てて城島さんで出てて、サードにわけのわからない選手が出てたの。目、はい、クリッとした、はい、コアラみたいな可愛いアイドルにしたみたいなコアラ、これ何歳なのこの子と思って、はい、この子お前より俺先輩だから、はい、川崎宗則聞いたことないと、はい、でもすごいこのフレッシュな、うん、もう何しかこの目が可愛かったのパッチンこのアイドルみたいなの顔は、はいはい、ほんでその人が、僕がプロ入った時にもうショートで1番で盗塁王を取られてて、はい、でまず目指すとこはこの人だと、うん、初めて僕がプロ野球に入って、はい、目標に置いた選手が川崎宗則さんです、はい、だそうですよ川崎さん、ね、いかがですか？センスあるだいたいもっと置いていい選手いっぱいいるわけじゃん。セリーグでショート上手い宮本さん、井端さんとか、はいはいはい、そういう選手を目標に置く普通は、はい、松井和夫さんとか、うん、そこに俺に行くってところはやっぱただもんじゃない、うん、ただもんじゃない、それはただもんじゃないんですよ大体その会話を交わした時のお互いの印象っていうのはどうだったんですか？いやもう本当いい子だってだし、うん、なんかそんな僕自身がその高校野球の先輩後輩とかそんなコテコテのところでやってないし、まあ、別に
こんな感じなんで。で、一緒にご飯食べ行こうって言って食べて、喋、はい、ったら全然。ほんで、カラオケ、愛ちゃんの歌ってくれて。一人じゃない。はいはいはい。あれを剛が歌ってくれて、はい、お、こんな曲あるんやと思って。全然覚えてないねんけ初めて愛ちゃんを教えてくれたのが剛かな。あ、じゃあ、初めて教えてくれたんですね。うん。はい。で、今はまあチームメイトとして。そうですね。はい。その時の、そのプロの時の、こう、まあ、ライバルだったわけじゃないですか、球団が違って。うん、で、まあ、WBC はチームメイトになって。で、今、栃木の今は同じチームメイトなわけじゃないですか。なんかこの関係性って変わりましたか？いや、もう全く変わらない。何も変わらない。WBC 行って、その後オールスター毎年お互い2人選ばれて、で、オールスターでもいつも2人で飯食い行ってたんで。はい。で、まあ、変わらず、この関係。別になんかね、いつもべったりなわけじゃなくて。はい。なんかたまに、連絡取ったり取れなかったりで、まあ、男はそういう関係でいいよ、うん、この栃木入んのも何もお互いの連絡はないからねあ、そうなんですね、うん、お互いまた違うところで一緒になったから、うんうん、一緒にチームでやりたいなとずっと話してたの、はい、でもそれはなかなかね難しい、うん、僕も台湾行ったり行ったりいろいろしてたんだけど、はい、今回でも本当にあ、タイミングあったねってことで、うん、今一緒にやってますよ。どうですか一緒にプレーされて。いや、いいよ、楽しい。あのチームでも僕一人が40歳で、はい、あとみんな若いじゃないですか、はい、で剛がいると剛とわーわーいじってこうできるし、さすがに若い子たちが分からないジェネレーションギャップ、はい、グレイとか言っても分かんねえんだもん向こう新しい曲がおい今ついていけない。何坂やった覚えたんだよ。乃木坂やろ今こっちはまさかの坂しか知らないよ、もう。やば、まさか。やばとかいう坂しか知らんのに、今はもう乃木坂よ、みんな。はい。他にもいっぱいありますからね、坂のは。ねえ。日向坂。日向坂。いっぱい、そう、日向坂いっぱいありますからね。だからそういうのも、うん、剛がいてくれたおかげで、チーム、栃木のチームにも、溶け込みやすい、うん、僕が、うん。なので、すごい助かってます。彼の方が2年先に行ってるから。うん、うん、そうですよね。うん、どうですか逆にこう栃木に川崎さんが入ってこられるってなった時に。あ、今の若い子たちに、はい、すごいプラスになる教材が来てくれたなと、うんうんうん、僕自身もすごくやりやすいし、はい、やっぱり年齢が離れるとまあじゃあちょっとこの場を和まそうとしても、うん、こう周りの方がこう緊張したり、はい、で川崎さんに対しては若い選手はあんまり緊張感がないので。あ、そうなんですね。そう、もう舐められてるからそういうことなんですか。そう、でもそれが悪い言い方しやがったなこいつさっきはいや舐められていい教材って言ったと思いきや、いい教材からもいきなり舐められてるってどうしても叩き落としにかかったのいやでも本当に素晴らしい人ですよ。うん、どっちやねあげんな西岡選手から見てこの川崎選手っていうのはこうプレイヤーとしてどんな印象をお持ちですか。プレイヤーとして、はい、選手として、あでも野球を本当に楽しんでる、うん、毎日をなんかハッピーに生きようとしてる、うん、なんか悩みないんじゃない。いや、あるのよえ子供の3人おったらいろんなことあるんだよ悩みあるか。ある、悩みある、悩みあるんだよ、うん、そうか、うん、そうなの。まあでもそのお互いね、悩みをね二人でこう宗さんこうだよね、つやつよしこうだよって二人でこう傷の涙してえ、待ってください、え、悩み相談お互いされるんですか。するする、あ、もちろん、もちろんもちろんもちろん、恋バナからね。恋バナをするんですか。あ、それ聞きたいですね。いやー、ダメ、やめて、ちょっと中身入れてください。それ片岡あゆみちゃんチャンネルで。うわ、あ、本当ですかあのラーメン屋さんでやったぜひできた企画ができたいや、すごいよね。僕は小学校の時に、はい、小学校2年の時から、高校、プロ入るまでの練習量ってマジでやばいぐらいやらされたの、両親に、はい、父親が厳しかったので、うん、で僕は WBC とかに選ばれる選手まで上り詰めたの、うん、がしかし、はい、この川崎宗則は、はい、鹿児島工業高校で、はい、あ、今日も練習しようかなーってこれキャッチボールして、はい、あ、ちょっと暑くなってきたなーって言ったらコンビニ行ってコンビニ行ってちょっとジュース買ってカップラーメン食って、あ、今日は野球したくないなーってバンドして、はい、そんな人が同じその世界まで出てくるっていうのが、はい、僕にはちょっと考えられなくて、うーん、ってことは正解がないってこと。そうそうそう、うん、
何事も。はい。だから、その能力を上げる、その子の能力を上げるのは、その子の性格も見て、うん、まあ今までこの野球界の中で、どんだけこの野球界の文化が苦しくて、才能ある人たちが、どんだけの人が辞めていったんだろう、うんうん。もしかしたらメジャーリーグでもっと活躍できた人がいたかもわからない。はい、っていうところに今はフォーカスしてるって感じですね。なんだろう、すごい私栃木の選手たちがものすごく羨ましいです。いやいやいや、うわー、でもそんなことないよ、うん、もうおじじが。いやだって これだけキャッチボール一つでゴロ転がしあったり、バウンドのやってみたり、どこでグローブ当てて取ったりとか、もう楽しそうにやられてる姿を見たらなんかいいなって思う。僕らだからね、野球人なんですよ結局は。はい、野球がこうやめたいなっていう風にならないの。うーん、だから何歳までやってんのかなと思う。そうそう、何歳までやりたいとかありますか？年じゃないからね、もう、もう未来は何も考えてない、うんうん、何歳までとかいう決まりはないよ。そう、野球ができてる、野球やろうってだけ。そうか。そっか、でもそれが結局はでも一番というか。そうです、うん、純粋に野球と向き合う。なんか本当にあのプロの方々に、メジャーも経験された方に言うの失礼ですけど、本当にこう野球少年というか、うん、そうです、本当に少年の心を持ったまま大人になられたお二人が今も野球を純粋に愛してらっしゃるんだなっていうのが。そういうことです。素晴らしい言葉。よかった、ありがとうございます。さすがです。片岡あゆみさんでした。いやいや、もういい。どうかこのチャンネルいいと思ったら高評価お願いします。ぜひいいねを押してください。駅保存版で。今日はありがとうございました。え、終わんないでしょ。終わんないよね。いや、こういうバージョンもいいんじゃないかなと思ってるよ、ちょっと。そう、いや、たまにはね、いつも、いいねと思ってるから。うん、たまにはいいんじゃないかなってね、はい、変化させてね。